では選択通信です。このコーナーでは去年奈良県の奈良ビューティフルシニア表彰を受賞した心身ともに若々しく積極的に活動するシニアを毎月ご紹介しています。今回はですね、デジタル社会を生き抜くためにシニアを対象にした教室などを開いている受賞者をご紹介します。奈良市の集会室にやってきました。こちらで今奈良ビューティフルシニア表彰の受賞者伏見敦さんが教室を開いています。行ってみましょう。元気いっぱいにパソコンの使い方を教えているのが奈良市在住の伏見敦さん。去年の表彰者の中では最高齢の92歳で、もともとは高等学校の教員でした。およそ20年前にシニアのためのパソコン教室を立ち上げ、多くのシニアの方々にパソコン操作を教えていましたが、現在奈良市内の3カ所で開かれている教室のサポートなどを務めています。ワードですね、これ、はい、ダブルクリック、これでしょ、はい、これダブルクリックでしょ。なぜシニアのパソコン教室を開こうと思われたんですか？シニアっていうのは、まあ、リタイアした、仕事をリタイアした後ですよね、はい、であとやっぱりみんなその何をしていいか分からないというような人が結構多いんですよ、はい、それで体を壊す人もいますん で、はい、でそういう人たちが何かできることがあればというので、そのパソコンを、まあ、おもちゃのつもりで使ってもらうと、はい、いうことで立ち上げたんですけどね、こういうことを。どんな生徒さんがいらっしゃるんですか？最年少はやっぱりね、50代の方ですね、はい、そういう方がやっぱりあのパソコンができないとあの仕事できないと、そういう方もおられます。それから、はい、もうあのリタイアした方はね、写真を撮ってその写真をパソコンでいろいろやりたいというようなこともおられますんで、はい、すみません、来られた時にバッグから出してらっしゃったと思うんですけども、はい、仕事で使ってましてね。でそれであのこっち持ち込んだんです、はい、なるほど。元々にパソコンには触れてらっしゃった？ね、前はあの管理職をやってましてね、はい、部下が作ったやつを全部こう見てたんですけども、定年してから別の会社へ行って自分でこう作るようになったんで。習う前と今と変わりましたか？それは全然違いますね。あの自分でいろいろ作って指示もできますしね、うんうんうん。今までパソコンはあっても使いこなせてなかったので、はい、まあ、使いこなせて旅行機とかそんなぐらいができるようになればと思って。デジタル時代に乗り遅れないように、伏見さんらが奈良市で立ち上げたパソコン教室は橿原市や王寺町まで活動が広がり、2006年には NPO 法人奈良シニア IT 振興会として再出発。伏見さんは今も会長として活動しています。振興会はシニアのためにシニアが運営していて、講師以外にもボランティアが受講者の疑問にすぐ対応できるよう工夫しています。今回すいません、お話伺います。私はもうシャイやから、ね、大丈夫です。大野さんはこちらで教えられてるっていうことなんですが、はい、ご自身教えられててどうですか？楽しいですか？あの教えられる方が多いです。教えられる方が多い、自分の勉強になります。え、あ、こういうやり方もあったんやとかね、いろいろ考えさせることが多いですから、うん、詳しいこともないねけどね、好きなんですね。あ、お好きなんですね。伏見、ね、うん、さんはどんな方ですか？人柄といいね、はい、はい、上から目線であまり喋られへんからね、はい、はい、いつも親しくさせていただいて喜んでます。社会全体のデジタル化が進む中、使いこなせる人とそうでない人とのデジタル格差が課題となっています。行政だけではなく、こうした民間の取り組みも今求められています。パソコンをシニアに教える必要性についてどう感じておられますか？うん、必要性と言ったらなんですけども、やらないようにやった方がいいと。やっぱり年取ってくるとね、能力が落ちてきましたね、うん、で、まあ、指を動かすということ、はい、それから見るということ、それから今はインターネットがありますんで、はい、いろんな情報が入りますわね、はい、
で年取るとね、私のように耳が遠くなったり目が悪くなったりしますと情報があってもよくわからないんです、はい、ところがインターネット使ってるとそういうの細かいところよくわかりますんで、まあ、そういうものも含めてやっぱり老化防止に役立つというふうに思ってます。伏見さんは奈良シニア IT 振興会の会長を務める一方、県立図書情報館では学び直し図書館学校での講師をしたり、IT サポーターズの一員としても活躍しています。また、コーラスグループ、ハイキング行事などにも精力的に参加しており、こうした多彩な活動から第12回奈良ビューティフルシニア表彰を受賞しました。伏見篤史様、県民の憧れとなる第12回奈良ビューティフルシニアにふさわしいと認め、これを表彰します。おめでとうございます。今後の目標とか夢ってありますか？一番私が大事だと思っていることはもう今が大事だと、はい、うん、もう私が生きているのは今しかないというふうに思ってますので、はい、できることやりたいってことはもうすぐやると、うん、というとなかなかできないんです今私がやっているこのパソコン教師ですね、はい、でそれで大勢の方が何らかの形で恩恵を受けてくれたらいいなと、それからリタイアした方が私のグループに入ってきて一緒にパソコンを教えながら楽しむというんですかね、はい、教えることによってその習う人と仲良くなったりしますからね、はい、ハイキング行ったりとかいうことができますので、うん、まあ、そういうふうな交流をできる機会があればいいと思ってます。皆さんでパソコンの勉強いいですね、はい、伏見さんが会長を務めます奈良シニア IT 振興会ではですね、パソコン教室を一緒にサポートしてくれる会員を募集しております、パソコンでメールのやり取りができる方が対象となっております、興味のある方は今出ております電話番号、奈良市ボランティアインフォメーションセンター電話 074293-8435 番までお問い合わせください。さて県ではですね、今年度も奈良ビューティフルシニアや明日奈良表彰などの表彰を行います。候補者の募集要項などは7月末以降に県庁奈良県のホームページに掲載されます。詳しくは奈良県広報広聴課までお問い合わせになってください。では次回のテーマです。はい、次回は奈良の古墳を訪ねてということでお送りしてまいります。この後、CM さんでお天気です。